ード来て。許せねえ。ここに来た奴らはこの夜景を見て綺麗だ絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。見学ツアーのお客様ですね。見学ツアーのお客様は60階、61階、62階、63階と順番に進んでいただき、各フロアの出口に更新機がございますので、そちらでカードキーを次のフロアをご利用になれる仕組みとなって。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくも。たくめんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？はっ、それならそれでいいさ。帰り討ちにしてやる。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ。仕方がない。出たな元神だ。でかい組織のやつほど仕方がないよな。仕方がない。すべてのマコーロと支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、すべてです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか？ああ、すまない。こちら7番街の被害報告書になります。少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも、町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括、会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。神羅カンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ。今度はなんだ？こちらメモリアルフロアでは、プレステントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔法都市ミッドブルと魔法エネルギーについて、
それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。胸焼けしそう。自分大好き野郎ってこったな。皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？クレジデントやシンラカンパニーのこと知っていただけました？クレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思います。え、こんなこともやってたの？と驚くこと間違いなし。お楽しみに。よく見るやつだね。散々スクラップにしてやったぜ。申し訳ございません。兵器開発部門のブースはただいまメンテナンス中です。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように、市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえ。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。余計ムカつくんだ。おめでとうございます。これであなたもシンラ博士。それでは続きまして、シンラの英知と最新テクノロジーを結集しました61階ビジュアルフロアへとお進みください。